はい、こんにちは。はるチャンネルのはるなです。今日はですね、タイトルにもある通り、親知らずの話をしたいと思います。ということで、早速、行ってみましょう。まあ、親知らずの話なんですけど、私、実は、右側の下と左側の下、どっちも親知らず生えてて、右側は、歯がね、こうやって生えてるじゃない？いっぱい生えてるんだけど、右側の親知らずは完全にアタックしてる感じで、もう真横に生えてるんですね。で、左側は歯が生えてて、斜めに生えてて、でしかもちょっとニョキって見えてるみたいな感じだったんですね。ある日突然左側がなんかすごい痛くなってきて、で歯が痛いってより歯茎が痛いって感じだったのかな。で、これはやばいと思って歯医者に電話して、歯が痛いんですけどって電話したら、そこの歯医者さんの受付のお姉さんめっちゃ優しくて、大丈夫ですか？どれぐらい痛いですか？すぐ病院来れますか？みたいな感じでめちゃくちゃ優しくて、でもその日のうちに病院予約が取れて、で店に行ったんですね。そしたらこっちの左側の親知らずが普通の歯に対して斜めに生えてて、ちょっとニョキって出てきちゃってるから、だからここの親知らずと歯と歯茎の間にちょっと隙間みたいなのができちゃってると、でそこが上手に歯磨きができてなくて、うんじゃってるみたいな、ちょっと腫れちゃってるのかな、なんかなっちゃってるっていうことだったんですね。なので、今はとりあえず炎症を抑えるような薬を塗ったりとか飲んだりして抑えることはできるんだけど、またいずれ歯磨きをちゃんとしてたとしてもこういうことが起こりますと言われて、しかも親知らずが隣の歯をアタックしちゃってると、だからこれはもう抜いた方がいいんじゃないですか言われて、今後も歯茎が腫れちゃったりとかなんかしたりするんだったら、でお医者さんもそうやって言ってるわけだし、で私が行ってたとこが口腔外科だったから、ここの病院で僕がやりますって言われて、まあ仕方ないかと、医者が言ってるんだからもう仕方ないかと思って、もう抜く決心をしたんですね。でその歯が痛かった日、私ライブがあって、歌う方じゃなくてダンサーの方だったんでまだ良かったんですけど、ライブに行く前に歯医者行ってライブ行ったんですよ。で痛くて全然食べれなくて、なんかでもとりあえず踊らないといけないからご飯食べないとやばいじゃないですか。でしょうがないから、なんかカフェみたいなところに柔らかハンバーグみたいな看板があって、柔らかいもので箸でちょっとねすごい小さく切って、口開けるのもなんか痛かったから、ちょっと入れて食べるぐらいなものだったらギリいけるかなと思って、で柔らかハンバーグをちょっと食べて、でライブ会場にちょっと歯が痛くてねって言って向かって、その日は乗り切ったんですよ。で親知らず抜く当日ですよ、病院に行きますと、よろしくお願いしますと、じゃあ今日抜きますねと。上の歯ってこういう風に生えてて、で重力が下向きにいってるから、なんか結構スポッて抜けやすいらしいんですけど、下の歯はこう生えてて重力が下に行って逆らってるからなんか抜けにくいっていう噂を聞いて、下の歯だしな、抜けにくいのかなとか思いながら行ったんですね。で案の定親知らずだからまっすぐこうやって生えてるわけじゃなくて、斜めに生えてるって言ってたじゃないですか。だから結局スポットは抜けない、当たり前だけど、こう生えてるんだからスポット抜けるわけないじゃないですか。なのでスポットは抜けないから、でこれをどうするかというと、まず麻酔をするわけですね。痛くないように表面麻酔みたいなのをして、で普通の本当の麻酔みたいなのをして、局所麻酔っていうのかな、なので全然意識とかはあるんですよ。でしかも口だから、なんかちゃんと自分であーって開いてないといけなくて、普通にもうベッドの上に寝て、であーって口開いて、でやりますねって麻酔打たれて、ちょっとこっからね、ちょっと怖い話なんですけど、ちょっともうこれ以上は聞きたくないって人はちょっとブラウザバックしてほしいんですけど、まず斜めに生えてる歯をどうするかっていうと、ちょっとね先っぽ、このぐらい氷山の一角が出てるみたいな感じだったので、ここはもう全部歯茎に覆われてるわけですね。なのでまず歯茎をねちょっと切って、歯茎をパカって開いて、親知らずを特殊な機械で
こうパキって割るんですよ。でそのねパキって割る音が聞こえる。私は意識もあるし上向いてパーってしてるからパキって音が聞こえるんですね。で粉々になったやつをこう破片をねこうやって取っていくみたいな感じなんですけど、まあそう要領よくはいかないわけですね。でなどれぐらい時間かかったのかちょっとあんまり覚えてないんですけど、結構ね口開けてるのも辛くなってきて、もうちょっと大きく開けれますか、頑張ってくださいねみたいな感じで言われてあーって開いて、でまだかなまだかなと思ってやってるんだけど、ちょっとね半分ぐらいかなんかどれぐらい取れた段階かわかんないんですけど、なんかちょっと痛くなってきて、痛いですって言ったら麻酔追加しますねって言われて麻酔をギュッて打たれて、なんかね私その1回目の麻酔よりも2回目の麻酔の方が痛かった記憶がありますね。なんか入れられた感じしたなっていう。でまあちょ頑張ってくださいねって言われて、全部ね粉々になった歯をこう破片を1個ずつ取り除いて、多分最終的に、まあ、胃とか縫ったのかな、ちょっとあんまりよくわかんないんですけど、まあ終わってね、はい終わりましたよと、お疲れ様でしたと。私めっちゃ怖がりでめっちゃ痛いの嫌だから先生にもう痛いのだけは本当に無理ってずっと言ってたんですね。そしたらめちゃくちゃロキソニンたくさんもらって、なんか処方箋をもらって下の薬局でもらってお薬もらってくださいねって感じなんですけど、手術終わった後だし、まあ、痛くは多分その時はなかったんですけど、なんかもう疲れたなと思ってこうぐったりしながら薬局に行って処方箋を出したら、多分ロキソニンの量がすごい多かったのか、その薬局の人に大丈夫ですか、今めちゃくちゃ痛いですかとか言って言われて、今は痛くないんですけどつって、あ、わかりましたお薬持ってきますねとか言って言われて超心配されて、で結局、まあ、ロキソニンをもらって帰って、でお医者さんにも、まあ、痛くなってきてから飲むと痛いから、だからもう3、4時間おきかなに飲んでって言われて、痛くなくてももう4時間おきに飲んでって言われて、で結局1日目は多分その本当に4時間おきぐらいに飲んで、で、まあ、2日目ぐらいはさすがに大丈夫でしょうと思って、まあ、6時間おきとかに飲んで、そしたらやっぱりこっちの歯茎を多分切ってるから、なんかスポッと抜いただけじゃあんまり腫れないらしいんですけど、歯茎を切ってるからなのかめちゃくちゃ腫れて、本当にぷくってわかるぐらい本当に怒って腫れてて、でまあ幸い私実家で仕事をその時してたので、まあ腫れてても家族以外特に会う人もいなかったので、特にね何も恥ずかしいこともなくこう過ごせたんですけど、結構本当に分かるぐらい怒って腫れましたね。左側は綺麗になくなったんですけど、こっち側、右側はまだあるんですね歯が。こっちはなんである状態なのかっていうと、こっちはちょっとアタックしてる、当たってるぐらいで完全に歯茎の中に埋まってるんですね。なんで逆に真横に生えててぶつかっていることはいるけど歯茎の中身みたいな感じだから、まあよっぽどなんかがない限りは温存療法で大丈夫なんじゃないっていう話だったので、右側は温存してます。ただなんかまた炎症が起こったりとかしたら抜かないといけなくなるかもしれないけど、まあとりあえず今のところは何もないので横向きのまま寝かせてます。で自分で舌で触るとわかるんですけど、結構こっちの左側はちょっと へこんでるわけじゃないんだけど、こう歯に並んでるっていうか歯茎がちょっとこう歯から歯茎がこうちょっと細くなっていくみたいな感じがあるんだけど、右側は歯茎が太い。なんでこっち側の歯茎は細いけどこっち側の歯茎はちょっと太い、歯がある分多分太いっていう感じになってるのかなって思います。よくね親知らずがあるとこう歯並びが悪くなってくるって言われると思うんですけど、確かにその通りだなとは思って、私ここな下の歯がちょっとへこんでるここねですけど、これ小学生の時とかからへこんでたわけじゃなくて、大人になっていつの間にかへこんでたんですね。でそれはなんでそれが分かったかっていうと、私実はかな前歯のかなちょっと出てるように見える歯、ここが実はちょこっとだけ欠けてるんですよ。上が小学生の時にサッカーボールが顔面にガンって当たってその時に 歯と歯が多分当たっちゃって、で若干上の方が欠けちゃったんですけど、今どう頑張っても上の歯がここの欠けてる歯に当たらないんですよね。ってことはやっぱり大人になってから成長するにつれて、まあ、ずれていったんだなって思うので、まあ、早いうちに歯並びの矯正をする子とかは親知らずがあったら抜いたりとかも
すると思うんですけど、まあ、こういう影響もあるので、まあ、親知らず抜くか抜かないかっていう選択をされた時に、まあ、やっぱ抜いといた方がいいのかなとは思います。まあ、私はもうずれちゃってるし、またこっち側何時間もかけて抜くの嫌だから、またあんな痛い思いをするのは嫌だから、一応温存療法でいいよって言われたから温存療法にしてるけど、まあ何かのタイミングでね、歯並びを直すとか歯茎が腫れちゃったとかなったら、もうやっぱり抜かないといけないのかなって思ってます。はい、ということで今日はちょっと痛い話、親知らずを抜いた時のお話でした。よろしければぜひチャンネル登録、そして高評価よろしくお願いします。他にも動画たくさん出してますので、ぜひそちらもご覧ください。それではまた次回お会いしましょう。バイバーイ。